参ったな。僕も大した理由じゃないんですけど。よかった。記憶喪失の僕の唯一の特技があの落ちゲーだったんですよ。あ、ごめんなさい、なんか変な空気に、ま、裏切り者。ったくいつまで見えんだこの幻は。おってお前か。なんだっけ。ん何やってんだこいつ。タスクやっぱゲームうまい。あんまりはしゃいでんじゃねえよ。相変わらず今日もイケてんな俺。加瀬先輩は小さい頃傭兵のお父さんに受けた厳しい訓練が元で鬼のように FPS うまいわけだし、ニーナ先輩なんかはダークサイドに落ちてしまった親友の目を覚ますために高みを目指してるらしいわよ。なんなのこの部。危ない。ひとまずこれで大丈夫。しかもそんな俺には頭の中身こそあれだが十分に可愛いと言って差し支えない彼女。おいおい、勝ち組すぎてんだろ俺な。はあ、上原くん強いな。お前が弱えんだよ。あの、その、天野です。 F 組、違う、同じ音吹で。あ、僕気持ち悪すぎるよ。露骨にキモオタ全開じゃないか。バカはふざけよ。またやられた。それにしたって弱すぎる。今時小学生でももっと裏書いてくるぞ。大好きなゲームに囲まれた理想の学園風景、これ以上恵まれた環境があるだろうか。いえ、僕は結構です。この部に僕がやりたいゲームはないみたいです。え、タスク戻ってこないならアグリ帰っちゃうぞ。あの人、あ、天野くん、私はまだ諦めたわけ。ずっと、え、あ、お、あー、えらいもん見ちまった。我が校のアイドルがなんとも。まあ、ただなんとなくゲームが好きで。なんだこの空気。ああ、そうよね、そんなきっかけでもいいわよね。ゲーム部。おー、僕の人生にこんなビッグイベントが待ってるなんて、まさか夢じゃないよね。